はい、皆さん、えー、こんにちは。今、こんにちはと言いましたけども、えー、この動画を撮ってるのは、今現在ですね、火曜日の朝を迎えております。えー、ゆえにですね、おはようございます <laughs> がで、ねえー、正解なんですけども。まあ、あの、それはちょっといいとしてもですね。はい、えー、本日はですね、火曜日の朝というようなことで、まあ、本日もね、頑張ってちょっと動画を撮っていきたいなというふうに思っております。 えー、毎週ね、火曜日とか水曜日、毎週のように言っておりますけども、いろんなちょっと週刊誌がね、えー、そういったような情報も入ってきますので、えー、そこら辺を中心にね、えーまあ、今日は明日ぐらいは、まあ、またね、動画を配信しようかなと思っており,思っておりますので、えー、ぜひね、皆さんにおきましてはご覧いただければ、えー、大変嬉しいですっていうような、えー、感じです。はい、えー。でですね、ちょっとね、本題に入る前に、 えー、ちょっとね、お知らせさせてもらいますけども、えー、朝早くですね、えー、ちょっとねコミュニティ欄ではお話をしてたんですけども、えー、実はね本日の目覚まし動画の予定でまあ今現在ね、えーまあ、お気になさっている方も相当多いかなというふうに思いますが今現在のその為替レートですねエン、まあ、ドルのレート に関ししててちょっっっとねそういたた動画を作っておりましたなんですけれどもそれでね本日の目覚ましい動画として皆さんにお送りしようと思っていたんですけれどもところがですねちょっと編集がトラブっちゃいまして動画があ上げられない状態になっております、まあ、できればですね本日中にでもちょっとまた編集し直して皆さんにはちょっと配信しようかなというふうに思っておりますので ちょっとその手に関してはね、ご容赦いただければなという感じです。故に本日に関しては、本日に関してはですね、この動画が1本目の動画になりますということですね。はい、えー。でですね、まあサムネイルにね、ちょっと皆さんとしてはあんまり見たくないような写真も貼らさ,させてもらいましたけども、まあ今回はですね、KK 母の同行と、あと例のですね、KK、えー、夫妻が、まあもしかしたら先月中、もしかしたら先週末ぐらい、えー というようなことで引っ越しされるのではないかと言われていたあの例の2億円の豪邸ですよね。あれに関してですね、どうもエム、えー、子さん、まあ k 験不がですね、えー、実際にその2億円の豪邸を諦めた、実際は話に関しては白紙に戻っていたといったようなね、情報が、えーまあ、出てきましたので、それに関してね、詳しくお話をさせてもらいます。はい。えー、でですね、今ちょっとね、言いましたように、 えー、今ご覧になっていただいているのは本日出ているですね、これ、女性自身の話です。えーまあ、今週はね、ちょっと合併号ということで出てるんですけども、うん、まあね、いつものごとくね、ニューヨーク在住の日本人ジャーナリストの方がこういったようなことを言ってるというようなことなので、うんという感じではあるんですけども、まあ一つの情報としてね、えー、皆さんにはお聞きになっていただければなというふうに思います。でちょっと表題に書いてある通りですね、 例の2億円の新居に引っ越すのではといったような話に関しては、どうもね、白紙になっているのかな、みたいなね。確かにですね、まあ一部のね、えー、その雑誌等の情報だと、えー、先月末、それこそですね、10月の最後の週ぐらいには引っ越すんで、引っ越すのではないか。もしくはですね、えー、先週末、すなわち先週末は確かですね、アメリカが3連休かなんかだったんですよね。故に、えー、そのね、連休を使って、 えー、まあね、えー、実際その KK 夫妻が引っ越し作業をして引っ越しをするのではないかといったようなことが言われておりましたけど本日すでに11月の半ば11月の14日というようなことでどうもですねこの例の2億円の引っ越し話が白紙になっているようだみたいな情報なんですね。それと合わせて、えー、例の KK 母がですね 以前からももしかしたら軽井沢辺りに隠れているんじゃないのっていうようなことが言われておりましたけども、どうもですね、これマンションの、えー、まあ女性の方なんですけどね、この住人の方の証言といったようなことを、えー、どうもこの女性自身の記者の方は捉えたようですね。そういったようなことまで出ております。はい。でですね、まずはその KK 母の動向なんですけど、まあ今言いましてね、このマンションの住人の方がね、こういったことを言ってたってことで、 なんか最近マンションに戻ってきたみたいよみたいなことで、えー、洗濯物を干している姿を見かけたんですって、うん、というようなことなのでどうもですね、えー、今現在その例の横浜のマンションに戻ってきているようですねさっきも言ったようにどうも KK 母が本当にいるんですかいないんですかというようなことで、えー、以前からですねあの例のね KK 息子にとっては祖父まあおじいちゃんまあこれ国光さんですよね えーにもいろいろ雑誌の記者の方がいいろろ突撃取材してもな何かね小さくそのうなり声を上げたりして、えー、実際不在については特に否定をしなかったそういったような情報もあったのでどうも KK 母はいないんじゃないか。 えー、それこそ軽井沢辺りに引っ込んでるんじゃないか隠れているんじゃないかというようなことが言われておりましたけどもまあこのマンションのね住人の方が言われるにはどうも洗濯物を干していたすなわちですね、えー、横浜のマンションに戻っていたみたいな、えー、つい最近の情報のようですねまあそういったようなことなのでどうもね、うん、マンションにいるようですねといったようなまず一つの情報とですねあとは、えー、その例の2億円の豪邸話なんですけども まあこれもね、いろいろその雑誌情報だとか、それこそ不動産関係者の方も言われておりましたけども、例の今現在住んでいるヘルズキッチンのね、あのマンション、ワンルームのマンションと言われてますけども、実際はもっとおでかいところに住んでんじゃないのっていうふうに言われておりますけどね、そこのヘルズキッチンのマンションにおいては、もともとは11月の21日、まあ今から1週間後ぐらいですよね、そこから 実際に入居可能だというような賃貸情報が出ていた、まあ、これは不動産関係者かな、えー、が確かね言っていたような話なんですけどもゆえにですねその11月の21日までに引っ越すのではないかというふうに言われていたわけですね、えー、だからところがどっこいですね、えー、このちょっと黄色の部分で書いてある通りこの2億円豪邸の引っ越し話に関しては白紙になっていたといったことらしいですよ。 まあ、これの情報がね、これが本当なのかどうなのかっていうことは、またちょっとね、いろいろ考察をしていかなきゃいけないんですけども、まあ、それに関してはまたね、いろいろまた情報が入ってきたらお伝えさせてもらいますが、えー、これなぜかというとですね、やっぱりね、えー、M 子、M 子がね、どうしてもその KK 母との同居は嫌だと、要はね、えー、この2億円のうちに引っ越すっていうことになると、おそらくですけども、KK 母が引っ越してね、 同居のためにアメリカに来るかもしれないみたいな話になるとですね、ちょっとね、嫌だと。やっぱりエムとしてはどうしても KK ハとはね、同居なんかしたくないみたいなことで、やっぱりね、わがままを言ってるようですね。まあ、このね、エムもしくは妹のね、母様に関しても、まあ、わがままというようなことは今現在ね、承知の定ですので、そういったようなことで、やだ、やだっていうふうに言ってるようですね。 まあそういったようなことでプラスしてですね今現在住んでいると言われているそのヘルズキッチンのマンションよりもうちょっとだけえ広いね物件に変更したのではないかみたいなちょっとねまた噂話的な話が出てきてるんですねじゃあこのね。 えー、もうちょっと少しね少しだけ広い物件ってどこなのかってそこまでは出てないんですよね。まあ、といってのことを考えると今回の話に関してもちょっとね、えー、真実味という点ではどうかなというふうに私はちょっと思わざるを得ないんですけどねまああのこのマンションの住人が行っていたというようなことなので KK <laughs> 母がどうもですねどっかに隠れていたようなんですけど、えー、マンションに戻ってきたこれはどうもねうん。 ある程度本当かなっていう感じがいたしますけどもこのね2億円豪邸の話最初からちょっとねどうなのかなっていう話だったし例えばあの文春あたりが暴露してましたけどね例の今現在の,その、えー、C 国ですね C 国の人のオーナー C、えー、国のご夫妻のオーナーのはに直,直撃ねインタビューをしたらもうそんな賃貸なんかとんでもないみたいなことを言っていたこれはね文春だとか新庄も言ってましたけどねまあそんなようなことがありましたよねゆえにどうも2億円豪邸の引っ越し話に関してはどうもね白紙になっていたのかもしくはですね最初からそんな話なかったのかといったようなことなのでちょっとそこら辺はねまたこれからどういったような情報が新たに出てくるかといった感じです。 はい。そういったようなことが、まずね、女性自身の中で話が出ております。これはね、本日発売の女性自身ですね。で、ちょっと次のページなんですけども、これに関してはですね、えこれはね、朝方早くからえ実際にウェブ情報でも出ておりました。というのはですね、なんかね、これね、デイリー新庄がね、そんなような記事出してたんですけど、あの、経営長が気にする経営母同行ということで、やっぱり経営の母のね、同行に関しては経営の長 が、えー、気にしてるというようなことで、ちょっと記事に上がってたんですけど、まあ、相変わらず、ええ加減にしろよ、みたいな感じですけどね。なんでそんなことで気にかけるんだほっときゃいいだろう。ほっとかないから、やれ、ガイマル賞だとか、 や外務省だとかね、それこそニューヨークの総領事館が、それこそ M 子担当だ,だとかですね、KK 息子担当だみたいなことで人を置いてる、そんなような話もダダ漏れてくるんだよみたいな話ですけどね、ほっときゃええだろみたいな話なんだけど、相変わらずポンコツぶりのを発揮してるかもしれない刑務長ということですけどね、まあ、このデイリー新潮の話が本当であればということですけども、えー、でですね、まあ、あくまでもこの新庄の担当の記者が言ってるっていう話ではあるんですけどね、 要はここにちょっとね下に書いてある通り経営長が非常に大きな関心を寄せている何の何のことについて関心を寄せているんですかという点に関してはととっよなこわけですよどうしても例えばね日本をね脱出,脱出して、えー、そのニューヨークで同居したいとかいうふうなことを考えている経務派ところがですねこれはさっきの女性自身もそうですけどでそんなことは受け入れ えーまあ、受け入れたい、まあ、KK 息子としては受け入れたいと。ところがですね、M 子さんに関しては、そんなことは受け入れがたいと、やだと言ったようなことを言っている M 子さん、そのやだと言っている M 子さんに関して、まああのね、M 子の思いをね、無限にというかですね、無視できない KK 息子と言ったようなことで、ぐるぐる意見が回ってる。まあね <laughs> もう何て言うのかなもう笑っちゃうみたいな感じですけどもまあそういった世の中でじゃあ例えばですねもし本当にアメリカに渡米するみたいな話になったとしたらですねもしそういったことになったらですけどねじゃあ例えば KK ハのチケット代誰が払うんですか何十万もしますよねっていう中で誰が払うんですかもしくはですね誰が払うそしてそれがいくらぐらいなんですかっていうことに関してねえ実は KNN の中でえーね もうなんか気になってしょうがないみたいなね。だからほっとけよみたいな話なんだけどね。まあそういったようなことで経営のうの中では、えー、懸念が出ているといったようなことらしいですよといったことですね。まあこのデイリー新調の担当記者の話ではあるんですけどもこれもまだ本当であるというようなことであればええー、加減にせよほっとけよみたいな話ですけどね。まあそういったような記事もこれは今朝方早くねちょっと上がってましたので紹介させてもらいました。 はい。といったようなことで、えー、ちょっとね、朝方早くからね、ちょこちょこっとね、まあ、こういったような情報も入ってきましたので、皆さんにお伝えさせてもらいました。やっぱりね、皆さんもね、気にかけておられると思いますけど、あの例のね、2億円の、えー、まあ、豪邸と言われたね、あの引っ越しの件ですよね。まあね、この女性自身の話だと、どうもなんかね、白紙に戻って、なおかつですね、えー、今のね、ヘルズキッチンよりももうちょっとだけ広いね、えー、部屋に移りたい、みたいな。 話でですすけど、うん、どううななのかなっていう感じですよねまあはっきり言ってヘルズ・キッチンの、えー、その部屋に関しても本当にねワンルームの小さいところにいるのかって言ったらそこら,そこら辺も非常に疑問点がね、えー、残りますしねもっとねいええー、部屋にいい部屋にいるんじゃないかみたいな話もありますしねちょっとそこら辺は分かりませんけど、えー、なおかつねその女性自身が言っていたようなもうちょっと広い部屋を探してるこれもねどうかなっていう感じだしね まあ確かにね、2億円のその豪邸に引っ越すかなといったような話に関しては、さっきちょっと私も言いましたように、先週末のね、アメリカで3連休だった時、もしくは先月の末ぐらい、そして今度の11月の21日で、一応今住んでいるとこが契約期限切れになるといったような話なんでね。まあそれに関してもね、まあどうなのかなというかですね、 まあ一応その来週の21日が一つの期限なんでねまあそこら辺でまた新たな情報が出てくるかなっていう気がいたしますけどねまあ新しい情報が出てきたらまた皆さんにお伝えさせてもらいますあとやっぱりね経験派はどうもね戻ってきてるみたいだよみたいな感じですねもう気になるけどねもう本当に <laughs> まあいずれにしてもねさっき言ったようにね経理庁が何そんなことで懸念してるんだよって他にやっぱり説明しなきゃいけないこといっぱいあるだろうってね a えね野家の話に関してもいっぱいあるだろう みたいなことですけれども、相変わらずのポンコツぶりかな、みたいな感じですけどね。はい、そういったようなことを、ちょっとね、朝一番の動画としてお話しさせてもらいました。ありがとうございます。それでは、バイバイ。